はい。というわけで、もうね、54メートル。ポカやるぜ、つって、あれですね、不時着した衣料品がいっぱいあるぜよ、というのを言われているとこですね。で、ここに来いと言われておりますが、ああ、徒歩で来たんだけどね。徒歩で来たんですけどね。おい、スキッツ、教会に着いたぞ。あたりに誰かいるか？いや、誰もいない。おい、時間はどれくらいある？何のことかわかんねえな。俺はこれから何人か集めてポーカーやろうと思ってんだ。本当なら見張り番のやつもいるが、今日は多めに見てやるさ。ま、きっと夜通し楽しむぜ。そうか、朝までだな。わかった、それじゃ。進んでいくの？結構遠いね。あ、これあいつらが作ったゲート。リッパーのゲートか。ちょいちょい普通にいいのかい、すぐ。なにこいつ、こいつ強いやつ。おお、こんなんいるんだ急に。消毒液、ああ、こいつ何を、消毒液、消毒液持ってるの？なんか強いの持ってたね、これ。ああ、スナイパーライフルの方がいいかな。ちょっと回復しとくか、じゃあ。よし。いいね。消毒液と布。オッケーオッケー。ああ。めちゃめちゃなことすんな。ガソリンもう入れれるの？あ、入れないんだ。今イベント中だからか。よいしょ。よいしょ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 。押せ。あ、いるじゃん。ここにいるじゃんって。結構いるんだこの道。おお、いきなり割れた。なんで？いきなり割れた。どういう理屈？どういう理屈？どういう理屈なのよ、もう。あいつは何？耳がいいの？でかいやつ。リッパーだよね、でもね。あ、いる。下にはいないか。あいつらだけね。撃てるかね。あ、疲れちゃった。押した。うまい。全然ダメだ。おーし、うまい、うまい。一発だったね。まあ時間かかりゃね、なんとかなるんすよ。あ、全然知らないとこ走ってんだね今ね。こう弾が多分あいつら持ってんじゃないの。もらっとくぜ。ナイスナイス。スクラップがあればね嬉しいんだけどね。包帯か、まあ一応包帯使っとくか。じゃあちょっとでもね回復しときたい。よいしょよいしょよいしょ。いいんじゃないでしょうか。どっかでラジオ流してんだな。これ史跡じゃない？違う？あ、そうだよね。これは知らなかった。カスケードの願望。全然わかんない。何言ってるか全然わからない。おお、どこどこ？え？あいつか。あいつ何マジで？急に撃ってるだけ？何の意図もないの。一体なんだこれ。これできないの。こいつ、こいつってさ、キルできないの。後ろからの近寄りのねえ、めちゃめちゃだな。これか、これだ。飛行機の残骸。これジェットだよね。ジェットエンジン、ジェットエンジン、空飛ぶ人参。おう、え、どっかに何らか証拠があるということ？あ、先か。こりゃぐちゃぐちゃだ。うわ、なんかすげえ声してる。わあ、なんかすごいファンタスティック4みたいなやついる。おお、すごい。ファンタスティック4みたいなやついる。わわ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 、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーみたいなやついる。あいつをさでもキルできるのよ確か。私キルできるスキルを手に入れたはず。おいおい、クソだね。タフな野郎だった。抗生剤を探さないとな。探したよ。さて、これをバイクに積むか。これ何？あ、これ罠か。バイクに積むだけか。オッケーオッケー。これでね、ハゲちゃん良くなってくれればいいんだけど。ブーザーが治ったら、あいつが言ってたように北に向かうか。よし。いやー、これさ、リコ、落として。リコ、あ、リッキーだよ。ベッキーだよみたいに言うね。ああ、リッキーか。なんだか声が途切れてて聞こえない。リコ、どこにいるの？今。悪いな、リッキー。まだ後にしてくれ。なんか結構大変な連絡だったりするのかね。待て、あれはディーコンだ。援護しろ。どうした。おい、お前、奴らが戻ってこないか確認してこい。急げ。見つかった。残骸かな。残骸だと。ねえ、一体何があったの？リッパーが襲ってきたが片付いたとこだ。リッパーが？なんで？嘘。やってくれたね。おい、なんだと？誰が守ってやったと思ってんだ。あんたじゃないことだけは確かだよね。話は終わりで。そう。で、何しに来たんだ？あんたを呼びに来たんだよ。アディがずっと探してる。なんで？おい、ブーザーは大丈夫か？知らない。さあ行くよ。ブーザー大丈夫？マジでハゲちゃん。ブーザーがどうしたんだ？さあ、アディがあんたを見つけろって。あんたたちがこっちにいるって聞いて不思議だったけど、理由が分かった。82% ってもうすぐ終わりそうな気がするよね、ブーザーと。みんな知ってることだからね。あれはマイクがカルロスと交渉してリッパーと分けようって取引してたのにさ。笑えるな。なんだって？取引はデタラメだ。俺は見た。積み荷の半分はもうなくなってたぞ。取った奴らの足跡は南に向かってた。俺はずっとリッパーどもとやり合ってるが、奴らの言うことは一切信用できない。スキッツォみたいなこと言うんだね。分かった、医療品のことスキッツォから聞いたんでしょう。ああ、なるほど。俺はスキッツォの使いっ走りってか。違う？じゃあなんで知ってんの？オープランドのキャンプでドリフターに聞いた。お前の言うようにみんな知ってることだ。あっそう。スキッツはリッパーの揉め事を起こそうとしてた。あんたが来てラッキーって思ってるだろうね。まあうまくごまかしたような気もするけど、どうなんだろうね。スキッツは一応自分の利益にもなるけども、主人公のことをためになることを言ってくれたからね。あんた確か生存者を連れてきたのにマイクが報酬を払わないからって切れたよね。あれはそういうことじゃない。いや、はっきり覚えてるよ。アイアンマイクは奴隷商人とは関わらないって言ってた。おい、俺らは誰かを無理やり連れてった覚えはないぞ。じゃあタッカーは無理強いしてないの？どうかな。ねえ、あんた考えたことある？飢え死にしそうで疲れ切ってる人間が、あんたみたいな怖い人から逃げられなくなって選択の余地がないだけだって。あんたはそういう人を売ってたんだよ、クレジット欲しさに。誰にだって選ぶ権利は。いや、そこまでなことはしてないけどね。働けない人をキャンプに受け入れるのは大変なんだよ。マイクがあんたみたいな人間じゃなくてよかったね。そこまで怖くないような感じだったけどね。見た目は怖いんだけど結構優しく聞いてたイメージあったけどな。ブーザー聞こえる？頼むからもう動かないで。アディ、どうしたの？ブーザーを押さえてて。おいアディ、何してる？聞いて、今すぐやらないと手遅れ。何のことだよ。手術？やめろ、切るんじゃねえ。おい、嘘だろ。そんなことダメだ。腕を切るの？腕を切るの？抗生剤でブーザーの命は助かる。でも腕は切断する。うわー。分かった。あんたも今すぐに力を貸して。さもないとブーザーが死ぬんだよ。分かった。アディ、早くしないと。くそ。分かった、やる。いや、ブーザー。ああ。そのためのナイフを取ってきたみたいな感じだね。麻酔ないの。すげえ出てる。ハゲちゃんかわいそう。いや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 、だからどこ押さえていないんだよ。なんかこの人はちゃんと話聞いてくれないんだけど。お疲れ。頑張ったね。高校の時悩んだよ。うん、将来は機械技師になるか外科医になるかってね。外科医向いてたかも。あ、そうなの。D君向いてなかったかもじゃなくて、血は大丈夫だったんだ。ブーザーの命を救った。意外と綺麗ね、服ね。あいつはそんな風に思わないさ。きっと分かってくれる。ブーザーに点滴を打ってくるよ。片腕ってバイク乗れるの？知りたくもないけど、あんたの薬のおかげでたくさんの人の命が救われる。あっちを手伝ってくる。マイク、落ち着けよ。なあ。ディーコン、出てこい。ああ。勝手な真似をしたな。ブーザーを助けるためだ。マイク、いいだろう。済んだことだ。そんなことは分かってる。ブーザーはどうだ。ああ、一応いい人だ。リッパーはお前をここまで追ってきた。カルロスがこのことを知ったら恐ろしいことになる。カルロスなんて知ったこっちゃねえ。いいか、お前のせいで大勢死ぬかもしれないんだぞ。それを分かってるだろうな。まあね、このじいさんからしたらね。お前はよくやった。まあね、スキッツの言う通りは全部やったしね。待ってくれ。マイクもね、きっと争わないことがいいと思っているんだろうけども、実際はやっぱりリッパーはやばいやつらだから。あ、でも上がるんだ。オブライアン、発信機まで来たぞ。あ、オブライアンか。どこの？何がどこのだ。この無線機には GPS ついてんだろ。ああ、そうだった。見つけた。オラリーの滝にある発信機だな。注意してくれ。隊員がもうすぐ到着する。じゃあまた後で。オブライアン、くそ。またあれか。ラッセンオブライの。オブライアン、お前のダチどもが来てるぞ。オブライアン、友達じゃないって。じゃあ徒歩で行って。徒歩でね。へいへい、分かってる。で、追跡装置を使うのかな。僕は追跡してるから、今回は違う。調査員を追ってほしいんだ。彼女はその近くの洞窟で見つかったフリーカーを調べに来てるはずだ。洞窟だと？俺に武装したネロどもを追って洞窟に入れっていうのか。少し近づくだけでいい。範囲内にいればデータを防止できる。オブライアン、情報ならまだ調べてる最中だ。ったく、いつまでかかってんだよ。よいしょ。そうだね、早く。じゃあまた。状況を報告しろ。なんだ。よし。いいよ。はいはい。洞窟の中って大体めちゃめちゃいるからね。大丈夫だ。こちらは問題なし。こちらクリア。エリアの様子は大丈夫。何が聞こえなかったら完了。こいつが来ちゃう。え、あいつは？あいつは動かないの？暗くなってきたな。暗くなる前に退散するわよ。ただ近づけばいい。なあ、オブライアン。教えてくれ。簡単に言いやがって。ステージのことだ。1だの2だの。うん。それが何？こいつの正体はウイルスだろう。そんなに単純な話じゃないわ。今は。なあ、俺は兵士だ。でも昔は生物学専攻だったんだ。あ、そうなんだ。ざっとでいい。本気？ああ。オッケー。血液検査の結果を見る限りだと、ウイルスはリンパ組織を通じて広がり、恐ろしい規模で細胞の再生と破壊を繰り返してるみたい。いいやつだね。こいつ引き出してくれたね。わかりやすく。休眠状態にある体内のガンゲン遺伝子を活性化させるの。ガンか。でもね、被験体たちはガンに見えないでしょ。ガンなんだ。違う。警戒した方がいい。恐ろしいものよ。例えば、このウイルスには意志がある。フリーカーがあの状態になるのはウイルスがそうさせたいから。どういう意味だ。だからね。仕組まれたことだと。ああ、それを作っちゃったってこと。奥さんがもう終わりか。よし、じゃあつらかろう。つらかろうに。今の聞いたか。でかつこの辺。よしよしよし。これ大丈夫かな。よし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 。やったんですけども。オブライアン、データを手に入れた。今受け取った。助かったよ。なんかいるわ。あの調査員は何のこと言ってたんだ。ウイルスだとかなんとかねえ。特になんもないか。今一体何の話だ。何が起きてるか説明しろよ。奴らとお前の目的は何だ、オブライアン。とにかくまた連絡する。なんだなんだ。あの野郎、ふざけやがって。ねえ、説明してほしいよね。誰か来た。私でございます。もたもたすんな。ちょっとすんな、バカ野郎だ。もたもたしてんのか。もたもたしてたんか、お前は。もたもたしてたんか。よし。もたもたしてないならよし。アディ、いるか。ロストレイク、こちらディーコンだ。応答しろ。ああ、ブーザ。おお、大丈夫？いや、腕はさ。ブーザ、いや、何かあるってわけじゃないが。大丈夫か？ただラジオフリーオレゴンを聞くのに飽きちまったよ。陰謀論ばかりで、うんざりしちまったな。なんかいる？おめえがあの薬を見つけてくれなきゃ俺は死んでたってな。だけどさ、いいなブーザー。俺は大変だったろ。感謝してくれてるの。押さえつけるのは覚えてるか。ジャックがシチュエーションを解体しようとした時のことを。テーブルに押さえつけるのに苦労してよ。話中にガソリン入れてるわ。そうだな、覚えてる。ナイフの感触が残ってる。お前が俺を四面鳥で、お、なんかいる。動けないんだ。頼む。助けてくれ。こっから動けないんだよ。分かった分かった。はいはいはい。分かった分かった。おい、ただなしの途中ですが助けましたよ。なんだっけ。ライフの感触が残ってる。もう一回やりました。この人待ってるんですけど。はいはいはい。もう終わったことだ。いやいや。よし、そうだ。ごめんごめん、何の話だっけ。なあ、おい、大丈夫だ。おい、ちょっと外にいるの危険すぎる。キャンプに行くんだ。どこにあるんだ。今すぐ行くよ。ブーさんの話めちゃめちゃ途切れ途切れ。アイアンマイク。1000。おお。よくわかんないけど。ロストレイクでリッキーと話せ。キャンプに入れてくれる。ありがとうよ。もう俺はダメかと思ったよ。どこに送ればいいかわかんない。それでわかる。道路には近づくな。止まるなよ。で、なんだっけ、ブザー。アディ、いるか。ロストレイク、こちらディーコンだ。あれ、もうやめちゃった？ちょっと。してた。なんかあったのか。ブーザー。あ、まだ最初からなっちゃった。何かあるってわけじゃないが、ただラジオフリーオレゴンを聞くのに飽きちまったよ。陰謀論ばかりでうんざりしちまってな。あ、ほんと？聞いたよ。うん。こっちもそれさっき聞いたけどね。うん。ブーザー、俺は大変だったろ。手術される俺を抑えつけるのは覚えてるか。ジャックが七面鳥を解体しようとした時のことをテーブルに押さえつけるのに苦労してよ。ああ、そうだな、覚えてる。ナイフの感触が残ってる。俺が俺を抑えてる。どうなってたか。もう終わったことだ。ああ、そう。その話も聞いた。そうだな。うん。周りちょっとぼーっとしてよ。ああ、なあ。いや、リッキー、キャンプパイオニアについての戦場だぞ。何が起きてるの？ディーコ。あんたに言われたことを考えてみた。このキャンプのために。何か恩を返すことができないかって。前向きだね。ちょっといいか。いい前向きだね。見せたいものがある。ああ、少しなら構わない。じいさんもやっぱ話を受け入れる姿勢だね。結果的にはね。どこへ行くんだ？湖の北にある洞窟を知ってるか？知ってる。来い。遅れるんじゃないぞ。ああ、わかった。大丈夫か？行こうか。殺されると思うんじゃないか。洞窟？歩いていくの？ 300 メートル？どうせ沼地を通るんだ。泥にはまってるフリーカーがいないか見てみよう。洞窟に行ったことは何年か前にな。じいさん強いのかな。え？親父が地質学者を気取っててな。親父さん最近まで生きてたの？どうやらフリーカーが泥にはまってるみたいだ。はあ。ああ、みたいだな。よし、任せろ。簡単。超簡単。耳も手に入る。はい。スキッゾにお待ち担当にされそうだな。スキッゾがやればいいんじゃねえか。それでだ、親父に洞窟がどうやってできたか延々と聞かされた。外側の溶岩だけ固まって中心部が川のように流れ続けるとできるんだ。へえ。なるほどね。そういう感じでできるんだ。勉強になりますね。よし、ハイウェイに近づいてきた。静かに行くぞ。めっちゃいいんじゃん。めっちゃいいんじゃん。ややばいって、この後連れてきて。おい、何なんだこれは。帰ろう。こんなことのために呼んだのか。フリーカーの悪臭を嗅がせるために。まあいいから。ほらこっちだ。ちょっと待て。一体ねえ、危ないよ。いいから。ほら。伏せてろ。大軍を尾行するあれを。何をする気だっていいか。ドリフターでもこんなに馬鹿げたことはしないだろう。まあ待て、夏になるとカリフォルニアからの観光客で97号線と5号線が麻痺してたって話してたろ。ああ、人が多すぎてひどい悪臭だった。きっとあんたが言ってた通りだ。フリーカーをいくら殺しても数が減らない理由はその観光客どもにあるんだと思う。はあ、観光客。考えてみろよ。なんでじいさんも死んじゃったってこと。これこの世界線だと今の。近づくな、伏せてろ。その観光客どもにあるんだと俺は思う。どういうことだ。考えてみろよ。俺はもう1年以上もフリーカーどもを買ってる。ブーザーもだし、リッキーやスキッゾも今までにどれだけやったと思う。わずかだかもしれないが、それにしたって数が一向に減らない。何が一向？あの大軍のせいだ。サンティアムハイウェイをうろついてる何千って数のフリーカーが毎晩カスケードの北にあるロストレイクになだれ込んでくる。だから数が減らないんだ。奴らがカリフォルニアから来てると、ハイウェイは使えないし、もう何年もサンティアム山を越えた者はいない。でもハイウェイが使えなくなった理由はフリーカーどもがそこを通るからだろう。とにかく俺が言いたいのは、大軍が毎晩押し寄せてきてるのに止める手立ては何もないってことだ。違う？ああ、その通りだ。考えた。昔のようとして多くの犠牲を出したからだ。知ってるさ、俺もいた。そして大軍が通ると必ずはぐれるやつが何体か出てくる、あるいは分裂して散ったり、そうやってフリーカーがはびこる。確かにね、限りな。そういうの見たわ。どこかに向かってんの？ああ、そこら中悪臭を振りまきながらな。大軍の侵入を防ぐ方法さえ見つかれば奴らの数を減らすことができる。どっかで集まんでしょ、めちゃめちゃ。安全になったら農地を取り戻し、水も引ける。ああ、だがどうすればいい。お前もよく分かってるだろう。あの大軍とやらにはかなってない。今までかなったことないわ。こういうわけさ。ああ、こいつはたまげたな。だろう。奴らは一日中あの中で島民だかなんだかしてるらしいんだ。で、何を考えてる？ああ、吹っ飛ばすんだよ。爆薬をそことそこに仕掛けて山を崩せばここを塞げるだろう。だが何百体か閉じ込めたところで何が変わる？違う、そうじゃない。この洞窟を塞げば奴らは寝床を失う。それに時間が経てば奴らの汚物も干からびて他の奴を引きつけなくなるかもな。そうか、ここを目指してるんだ。なるほど、それは考えた。本当に考えたの？よし、一度キャンプに戻るぞ。そう、一回ね、裏でやってる時に、さっさと戻るぞ。さっさと戻ろう。しっかりついてこいよ。裏でやってる時に洞窟あったんでね、入ってったらめちゃめちゃいたんですよ、大軍が。いつも奴らを追いかけ回して研究でもしてるのか？そういうわけじゃない。じゃあどうしてそんなに詳しい？奴らの寝床まで調べてるとは。何日か前、ベルナップクレーターの北を走ってたらヘリが飛んできたんだ。あ、ヘリだと？どういうことだ？いいから話を聞いてくれ。黒いヘリだった。2年前の大混乱が起きた時、そこら中を飛び交ってたネロのヘリだよ。飛んでるのを見た。奴らを追ってラジオを手に入れた。それを使ってこの辺りにネロの基地があるのか調べてるんだ。もしかしたら政府の奴らがまだ生きてるのかもしれないだろう。連中はフリーカーを捕まえて何かやろうとしてる。研究か何かをな。奴らはそんな余裕があるのか。俺たちは外で腹を空かせ必死に生きてるってのに。奴らをグロット洞窟群まで追った。知ってるか。ああ。奴らはモーションセンサーを使って日中洞窟の中にいるフリーカーを数えてた。何千も嫌がるぞ。たまげた。たまげたよね。クレイターレイクの南からスミスロックまでカスケード山脈全域のフリーカーはみんな寒さから逃れるために溶岩洞を使ってるらしいんだ。だからその洞窟を吹き飛ばせばフリーカーをいくらか減らせるかもな。この計画だがやる価値はありそうだ。だがかなりの爆薬が必要になるだろうな。そうね。レイクを安全な場所にしたいんだろう。これがその方法だ。どうした？わかった。そうだな。だがその前にやることがある。いいな。うん、数分後にまた橋のところで落ちよう。おお、何爆薬を手に入れるぞ。おお、爆薬がある場所を知ってるんだ。